皆さん、こんにちは。モーニング娘。の元メンバーで、エースとして活躍した、田中麗奈さんが、15日に自身のアメブロを更新し、ブログで結婚と妊娠を報告しました。結婚したお相手は誰なのでしょうか？馴れ初めや匂わせについても、見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。田中麗奈さんは、1989年11月11日生まれ、福岡県出身、モーニング娘。の第6期メンバーとしてデビューしました。モーニング娘。のプラチナ期をエースとして支え、10年にわたり活躍してきました。そして2013年5月、日本武道館公演を最後に、モームスとハロープロジェクトを卒業。卒業後は自身がメンバーを募ったバンド、ラベンダー、音楽活動を続けたほか、18年からはソロでもライブ活動を開始。12年の日本テレビ系ドラマ数学女子学園では同期の道重さゆみと共に主演、ミュージカル赤毛のアンで主演を務めるなど女優としても活動してますし、バラエティ番組などにも出演しています。そんな田中さんは年齢を重ねてもその可愛さが全く衰えることがないということでもたびたび話題になり、整形説などが浮上することもあったほど。そんな田中麗奈さんが7月15日結婚を発表しました。自身のインスタグラムと所属事務所の公式サイトで報告しており、妊娠していることも合わせて発表されています。公式サイトは、弊祖は格別のご後輩を賜り厚くご礼申し上げます。弊社所属タレントの田中麗奈が結婚いたしますことをご報告させていただきます。結婚後も芸能活動を行っていく予定でございます。皆様には引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げますと報告。田中さんはブログで、いつも応援してくださるファンの皆様、そしてお世話になっている関係者の皆様へと切り出し、私事ですがこの度結婚することになり、お腹に新たな命を授かっていることをご報告させていただきますと結婚と妊娠を報告。昔から自分がママになることが夢だったと言い、すごく嬉しいですと喜びを綴りました。続けて、自分が想像できないような出来事がこれからたくさんあるんだろうなと思うと少し不安もありますが、ワクワクする気持ちでいっぱいですと心境をコメントしました。仕事も変わらず続けていきたいと述べ、また皆さんとも会えたらいいなと思っています。最後に、新たな人生のスタートとしてもっと頑張っていきたいと思っていますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたしますと呼びかけ、ブログを締めくくっていましたといったファンにメッセージを記していました。このニュースにネット上では、ファンからしてみれば最高のアイドルで居続けてくれた人の一人だと思っています、こう見えてと言ってはなんですが、現役の頃はスキャンダルが皆無でしたし、アイドルとしてのパフォーマンスも最高でした。ライブでもどんなに悪い席になっても、この方だけは必ず何度も目線を送ってくれて、そういう点も含めてプロでした。ファンとしても心から祝福できますし、今後も応援していきたいと思います。34歳だったのか、モーニング娘。として活躍してた若い時期の見た目とあまり差がない、初めからずっとギャルテイストを貫いているポリシーが美しい、ガチギャルっぽい子がグループにいなかったので新鮮だったけど、今でも続いているあたり、やらされではなく本人の主張だったんだろうな。見た目はギャルでも、歌やダンスでは他の人たちよりもアイドルっぽさを大事にしていたので、好感が持てる。結婚してもずっと自分らしさを貫いてほしい。おめでとうございます。アイドル時代はスキャンダルもなく、抜群のリズム感でグループの歌唱バランスの要としても活躍して、会場を余すことなく目線を送ってくれるアイドルの鏡でした。アイドルの多くは本来色恋を楽しみたい時期に楽しめず、ご自身の幸せを見失うケースは少なくはないと感じています。それだけに嬉しいニュース、末永くお幸せに、お体も大切に、おめでとう、本当におめでとう。こう見えて麗奈ちゃんって
面倒見が良い子なんです。本当に優しい子なんです。そして何よりプロ意識高めの子なんです。そんな彼女を推してこれて、こうやって嬉しい報告が聞けて本当に幸せです、とお祝いのコメントが溢れています。ではまさにプロアイドルだった田中玲奈さんを射止めたお相手は一体どんな方なのでしょうか。所属事務所によると、田中玲奈さんのお相手は一般男性であるとのこと。しかも戦術したファンたちのコメントにもあったように、過去にスキャンダルを起こしたこともないため、歴代彼氏などの情報もありませんでした。そのためどんな人物かは今のところ判明していませんが、ネットに寄せられたコメントの中には、一般男性といってもこういう芸能ニュースの場合、一般男性どこかしらの社長ですよね、そういう方々を一般男性と言われるのはなんだか違和感です。本当に一般の会社員の方だったら夢がありますが、多分世間一般で言う一般人ではないとは思うんですけど、文句言う余地もないぐらいその男の方が羨ましいです、などといった声も見られました。そこで田中玲奈さんの交友関係などを調べてみると、過去に男友達の存在を示唆するコメントをしていたことがありました。2018年10月に俳優の平野龍さんとの焼肉デートが報じられたことがあり、二人はミュージカル不思議遊戯シリーズで共演していたという接点から交際が噂されたのですが、田中玲奈さんは友達ですと否定。この時に結構男友達多いから普通にと強調していました。男友達が多いのであれば、今回結婚した相手もそんな男友達の一人だった人かもしれませんね。また結婚については匂わせのようなこともありました。今年の6月に元モーニング娘。の辻のぞみさんがゴールデンウィークにモーニング娘。の OG メンバーを集めて辻さんの家に集合したという話がネットで話題になったことがあります。この時集まった OG メンバーの中に田中玲奈さんもいたのですが、他に集まったメンバーは矢口真理さん、安田圭さん、藤本美貴さん、佐藤優希さんだったそうで、見ての通り辻のぞみさんを含めてほとんどがママになっているメンバーでした。そのためコメントには、ここに玲奈がいるの意外といった声もあって、不思議に感じた方もいたようです。ですが今回の結婚発表を聞くと、もしかしたらこの時結婚や子供の相談をしていたのではと思ってしまいますよね。いかがでしたか。田中玲奈さんのブログや SNS ではファンとの交流がさらに深まり、彼女の新たな一面を知ることができるかもしれませんね。皆さんも引き続き田中玲奈さんを応援し、彼女の新たなスタートを見守っていきましょう。どんなお相手と幸せな家庭を築いていくのか、またこれからの芸能活動にも期待が高まりますね。今後の情報も見逃せません。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。